こんばんは。3月13日午後7時になりました。第333回、いいですね、ゾロ目でね、いい番号ですね。ということで、今日も生放送でお送りしております。ですね、今日の松代なんですけども、最高予想気温が8度9度ぐらいでしたかね。まあだいたいその予想今日だったんですね。ということでね、今帰りましてね、夕刊持ってたんですけども、今日はまあ目星記事がないですね。なんかね、DeNA とそれからオスプレイ再び県内飛行っていうのはね、ことで入っております。事故がないといいですね。ということで、今日はですね、長野市地域おこし協力隊のですね、松代担当の大島さんにおいでいただきました。大島さん、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ところで早速なんですけども、はい、大島さんね、はい、その地域おこし協力隊っていうのは最近よく耳にするんですけども、簡単にちょっとね、地域おこし協力隊を、説明してもらっていいですか。はい、総務省の、はい、地方創生の一環で、うん、都心部の、若者を地方に移住、定住をさせて、うん、地方活性を図るという、はい、取り組みの一つになります。若いですね、若い方ですね。はい、はい、ということで、大島さんはね、そういうようなことで、はい、どうしてその地域おこし協力隊になられたんですか。はい、東京に住んでいて、うん、不便のない生活をしていたんですけども、うん、やはり子供が小さいうちは自然の中で育てたいという夫婦の思いがあって、うん、田舎というか、移住先を探す中で松代が、うん、夫婦で気に入ったもので、うん、先に松代に住みたいというふうに決めました。なるほど、はい、で、空き家を探す中で、うん、夢空間の三田さんと、うん、あ、三田さんに、はい、出会うことができまして。じゃあずっと前から知ってたんだ。そうなんです、ね、三田さん松代で一番最初に出会ったのが三田さんなんです、ね、うん、あ、そう、はい、いや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 、そうなんですか、はい、で三田さんに空き家とともに仕事も紹介していただいたという形で、はい、じゃあ三田さん全部紹介してくれて、いやー、三田さんなんて言ったら、ね、三田様ってなって、ね、様様ですね様様ですね、はい、はい、で、それで皆さん、じゃあ単身赴任じゃないでしょ、ご家族で、はいはい、皆さんで、はい、主人と、うん、あと小学、今年小学校2年生の息子と、うん、3歳の娘と4人で来ました、うん、あ、なるほど。で、今豊坂に住んで、はい、わ、はい、かりました。そうですか、よかった、単身赴任じゃなくてな、はい、ということで、そういうきっかけっていうのはやっぱり三田さんがきっかけ、あ、違うね協力隊のですか、うん、こっちにお出だったきっかけっていうのは、は、やはり自然の中で生活したいと思って、うん、3.11 を機に、うん、その結構東京からも全国いろんなところに引っ越していた友人がいたので、うん、はい、その友人に会いがてらいろんなとこ見て回ったんですね、うん、なるほど、遠くは九州まで見て回ったんですけど、自分の町の中でこうまだしっくりくるっていうところがなくて、うん、で3、4年前に来たことのあった松代がなんとなく気になったので、うん、最後松代を見て帰ろうっていう形で、うん、東京に帰る前に寄ったんです、うん、ここへ、はい、でその時にやっぱり三田さんかその時に、あ、そ、まだそこでは違ってないんですけど、はい、で夫婦で、はい、あ、なんかやっぱ松代だねって思って、うん、そこから空き家っていうのを探す中で夢空間に来たらいいよって、うん、教えてもらって、うん、門を開けたっていうのが三田さんとの出会いですね。やっぱさすが三田さんだな、おいでるだね、じゃあ三田さんのおかげなんだね。そうですね、いやー、はい、足向けて寝ちゃいけないですね、はい、はい、それですぐにこっちおいでになるのは決意した、はい、そうですね、その空き家を、うん、情報があったら教えてくださいというふうに連絡先を交換させていただいて、うんうん、東京に帰って4日ぐらいですぐ電話が来て、うん、見つかったよって電話があって、すごいね、次いつ松代に来るのって言われたところでも、あ、じゃあすぐ来なきゃって言って11月ぐらいに来させてもらったところからも全部がトントン拍子に、はい、動いていきました。やっぱりじゃあ足向けて寝てねえんだ、はい、ということでね、はい、その仕事の内容っていうのに今こっちにねおいでになって、はい、どんなようなことなんですか、主な仕事っていうのは、はい、地域おこし協力隊自体はその土地のニーズに合わせてなので、うん、もう林業から観光からいろいろあるんですけども、松代は農業なんですね、うん、なので豊坂の野菜組合のお手伝いを、はい、させてもらっているのが半分と、うん、あと協力隊の任期が終わってしまうと、うん、何も後ろ盾がない状態になりますので、うん、そうですね、はい、その任期中に自立活動をして、うん、その、ま、生計立てられるように、準備していくというのと、この2つ2本柱になりますね。そうすると場所っていうのは本拠地っていうか場所っていうかは
やっぱり豊坂になるんです、はい、豊坂と日常、まあ、実質豊坂なんですけども、あそっか、はい、エリアとしては中山間地域という限定があるので、松代の中でも豊坂と日常という形で中山間、はい、そうか、はい、山だからな、はい、山ですね、はい、そうですね、はい、とでそういうことで、はい、その意気込みっていうのは何かありますか、カッっていうので意気込みはない、逆にあまり力を入れないように、なるほど、そういうことか、協力隊でかか地域の応援でとか力を入れすぎるとそれこそ燃え尽きてしまうので、うん、本当に一住民になりに来たという気持ちで、なるほど、そういうことか、はい、言うようにしています。そういう中でその生きた体験っていうんですか、はい、されてるんですか、生きた体験っていうか、そうですね、うん、いろんな経験、例えば自然の中、自然を感じる生活をしたいというのが、うんうん、この移住に対しての柱なので、うん、そういったのを感じられるこう一つ一つを見つける楽しみを、うん、忘れないでいようと思っているんですけども、うん、まあ、この写真で言うなら、うん、つくし、多分おそらく松代の皆さんは、うん、どこにでも見かける光景で何の変哲もないしかと思うんですけど、東京ではもうつくしを見る光景ってほとんどないんですね、うん、なるほど、で私が小さい頃は父と土手に行ってつくしを取って、うん、母が湯がいて食べるというような生活がまだかろうじてあったんですけども、今ってもう全てコンクリートで埋められてしまっているので、うん、つくしを見るってことがないんですね、なのでこういう光景が見れて私はすごくうわ、松代つくしが生えてるって嬉しかったんですね、はい、で、はい、こちらの方も写真は豊坂の中でも一番山手の赤芝というところに住んでいるんですけども、うん、あれ赤芝ってさ一番上じゃない、一番上です、もう自動峠の入り口です ね、 そ、 ね、はい、そこはもうこういったこう家屋が見えない棚田群のところに夕日が落ちるという景色があって、すごくこれが綺麗なんですね、なので家屋が見えないイコールもう本当に江戸時代とか昔からと同じ光景があるというのがすごく素敵なんです、いい、すごいじゃん、はい、でこれはこれは西条の方にあるキャンプ場なんですけど、うん、その家から10分圏内でこういった大自然の中で生の竹を割ってこう流し止めとかそういった野生味あふれる経験ができる場所があるというのも、私たちここ大好きなこう隠れスポットなんですけど、はい、毎年ここにキャンプに行っています。であと我が家なんですけど、家の庭でイノシシの解体ができるなんて東京じゃ絶対ありえない光景なので、はい、そういった経験もいいですね。でこの時本当にちょっとご縁があって、うん、漁師さんが仕留めて1時間のイノシシを連れてきてくれたんですけど、うん、こうみんなでこう皮を剥く、うん、ナイフで足を切るとかそういった経験ってなかなかできないですし、うん、その小学生も何人かその地域の赤島の子たち集めたんですけど、うん、その仕留めてまだ1時間なので、うん、心臓とかその臓器があったかいんですね、うん、でそれをこうこわるこわごわ触った息子が、うん、心臓ってあったかいんだねって言ったんですね、うん、その言葉が私はすごくやっぱ嬉しくて、いい経験してんね、はい、あこれはもうここに来てよかったなって思った一つです、はい。これもそうですか、そうですね、やはり東京にいると便利なので、うん、逆に春の桜とか、うん、夏は暑いぐらいしかなくて、うん、セミも減ってますし、うん、冬は雪が降らないので、うん、こう一年中同じような、なるほどそういうことか、はい、野菜とかも年中スーパーに同じものが並んでますので、うん、旬を知るとか、うん、季節感を感じるっていうことがなかなかできないんですね。なので冬らしい冬を経験するっていうのも移住に関してのテーマだったんですけど、こういう感じで本当に雪深い中で雪に埋もれるという経験ができたのも貴重な経験だなというふうに、はい、思っています。でやっぱりポリシーっていうのあるんでしょ、ポリシーも。そうですね、ま、せっかくこういろんな経験ができるので、うん、納得いくまでやるっていうのを大事にしています、はい、そうですか、はい、まあそういうね、いろいろ納得までね、納得いくまでっていうことなんですけども、仕事っていうのも大変ですかね、やっぱり。そうですね、大変なこともやはりありますし、こう、うん、初めてのようなことですとか、こう慣れない土地に入るっていうことですとか、うん、そういった大変さももちろんあるんですけど、うん、それ以上にこう新しいことに触れられるっていう刺激、楽しさとか刺激の方が圧倒的に多いので、はい、なるほど、そうですか。引っ越してきて後悔したことはないですね。そうですか、いや素晴らしい。で大島さん、その以前ね東京にいらした頃は、はい、先生されてたんでしょ。そうです ね、先生されてて、それでその先生の経験っていうかね、はい、そういうようなことが今のその仕事する中でその参考になってるっていうようなことありますか。はい、挙げたらキリがないくらいたくさんあるんですけども、うんうん、一番はその地域の組合のお手伝いと並行して、うん、その自分たちでお米作りを中心に、うん、そのお米から
まあ、6次産業化のような形で今、仕事作りをしているんですけども、そういった職に関して自分がこうやっていきたいと思ったのはやはり学校現場にいた子どもたちのおかげなんですね。で、学校で約10年間働く中で子どもの情緒と職の関係性というのをすごくやっぱ感じてきた経験があるんですね。なので今そのお米を中心にそのお米をアレルギーを持った子たちも食べれるものをという形で作っているんですけども、それはやはり学校現場でそのアレルギーで苦しむ子どもたちですとか食べ物とその食べ物を変えることでその、まあ、あの障害児教育だったのでその知的障害ですとか自閉症ダウン症といった子どもお子さんたちをと関わらせてもらっていたんですけど、やはりそういった情緒と食の関係っていうのを如実に見てきた経験があったからこそ今があるのかなというふうに思っています。なので昔からそういうことをこう考えてたんですね。まあ、考えたというか子どもたちに教えてもらったというか、なるほど、はい、当時からやっぱりね来るべきしてきたな、やっぱりそういうことをお考えになってそういう経験されたところだね。わからないですけど、まあ、変わり者だったと思います。多分現場にいてもいやお聞きすればね素晴らしい、やはりね当時からそういうことをお考えになってね今あるんじゃないかなと思うね。そうなんですね。すごいだと、いやそうですか。で、大島さん、その大切にしたいとかしていることっていうかあるみたいじゃないですか。はい、まあそれですね、うん、あの生きた経験をするっていうことがまさにそうですし、自分が子どもの頃したかった経験を子どもたちと一緒にしたいっていうのも大切にしているので、あと、あのやっぱりこう歴史のある町なので、そういったもう昔ながらのものも大切にあの預からせていただきたいなというふうに思っています。これもそうですか。はい、大家さんのところから出てきたものだったりもするんですけど、これ何ですか。これつづらですとかいろんなあの、あ、鍋、はい、鍋とかいろんなものですけど、これは何ですか。これ樽ですね、味噌樽。はい、で東京にいた頃から味噌は作っていたので、自分たちで、そういったものをこういったあの樽などを使わせてもらってまた仕込む楽しさですとか、あと田んぼであの、ま、農薬のや化学肥料を使わないので雑草との戦いでもあるんですけど、その発端釣り、もう眠って今後はこうお蔵入りになるはずだった発端釣りをまた私たちがこう息を吹き返させてもらっているのとかが、はい、楽しいですね。で今ねそういう生活されてるんですけども、その今後の計画っていうかね夢っていうのは何かあるんですか。はい、先ほど言ったそのお米、お米その第一次産業である米作りから、商品の加工販売までの、そういった活動を家業と言えるまでに形を作っていくっていうのが今の夢ですね。そうなんですか。はい、あのちょうどここにも写真あげたいと思ってるんですけど、ちょうど昨日まで東京に行ってたんですけども、あの東京の丸井という結構あの都心部にはたくさんあるデパートの出店を今回させてもらっていました。知ってますよ、丸井ね、はい、駅のそば、ね、丸井は駅のそばね、はいはい、駅の店頭出店をさせてもらったんですけど、そういった形であの少しずつ今外に向けて形を作らせてもらっているところです。あ、そうなんですか。で今ね豊坂にお住まいなんですけれども、その昔と今と違ってるところってのは大体特にどんなところが今までとは違ったところですか。昔というのは東京とかその都心部時代ですかね。はもう全てが違いますよね。あのこれもそうですか。そうですね、これは、まあ、あの田んぼ の, その作っていく過程なんですけど、どうしても生活が今田んぼを中心に春夏秋冬あるんですけども、そういったこう土と触れる生活をするっていうのがまず全然違いますし、はい、なのでもうその見えに見える景色から何から生活スタイルから全部違います。なんか子供の発する言葉ももちろん違いますし、はい、この写真はあのここからは自分 の, あの取り組みの中での好きな写真になってくるんですけど、これ一筆現象というふうに言って、多分おそらくあの松代の方々はねあの見慣れた光景なのかなとも思うんですけども、あの育苗の段階です。お米の稲の育苗なんですけど、水が十分水分を吸えてる時ってこの穂の先にこの水滴ができる、この光景がちょうど今これからまた育苗も始まっていくんですけど、すごく愛しいなというか愛しいなと思うですね。かわいらしいんですよ、すごく。そうなんですか。はい、なのでこういった光景が毎日出てきます、ね、でこれはまあ地域の方じゃ、はい、都心部からこの友人も、はい、来てくれて、でこちらは実った
そうですね、たわわになって実ったものが今、うん、この子たちがまあ稲刈りになっていくんですけども、こういったこの去年の田植えには、うん、こういったちっちゃい子どもたちもたくさん来てくれて、うん、これはあれですか、昔の方お友達が来てくれた。そうですね、ここ1年目の時は、うん、自分の友人知人が中心だったんですけども、うん、2年目はそこからつながって全然あの、うん、知らない初対面の方も来てくれました。やっぱ都心部今こういった体験をしたい人たちが増えているの で、その体験を提供する側に回れたことも嬉しいなというふうに思っています。あとこの上の写真もこれも、はい、これ私でいいかも、あの自分の中で宝物の一枚なんですけど、うん、これうちの息子なんですね、うん、でやっぱ息子ももう年長まで、うん、あの5歳まで、あ6歳ですか、うん、6歳まで東京で育って、うん、もう都会っ子になりつつあったので、例えばもうドローンが触れないですとか、家の中が好き、テレビが好きとか、そういったあのこう生きた経験っていうのはなかなか都心部ではできないんですけども、うん、そういった息子や、これ息子の保育園時代の友達なんですけども、うん、そういった都会っ子になりつつある子たちがこうやって泥んこ、全身泥まみれになって遊ぶっていう経験をさせられたっていうのが、夢がまた一つ叶ったなと思って。宝ですか、はい、なるほどね、宝、大好きな写真ですね、はい、そうですか、はい、分かりました。もうね、時間もなくなってしまったんですけど、大島さん一言ね、ちょっと最後にあの何かその松代、はい、ズバリ一言で、はい、お願いします。はい、松代ってとてもあの引き出しが多くて魅力あふれる街だなと思っています。うん、こんなにこういろんな幅広く、あのなんていうんですかね、あのいろんな人のこう興味を、うん、に応える街ってなかなかないと思うんですね。歴史好きであれば、こう、ね、松棚田の歴史があり、温泉好きであればまた温泉もいろんな温泉があって、で歴史好きであれば地下壕があり、不思議系であれば水上山があるといった、そういったあのこう幅広くあの的がありますので、都心部からそういった形で友達が来た時に、うんうん、はい、あの自慢できるところがたくさんあるんですね。なのでそれが、はい、松代の魅力だなと。私の自慢の松代、はい、あ、分かりました、はい、ということでね、はい、今日はねお忙しいところ、昨日東京から帰ってたね、はい、お忙しいところ本当にありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、皆さん素晴らしいじゃないですか、ね、ね、東京から来てね、そう本当に、ね、いい生活してますね。我々分からない感覚がやっぱりずっといるから、うんうん、当たり前だと思っちゃう。いやいや当たり前というかね、山の中嫌だと思ってるんだけど、ね、そうか、まあ、東京から来ればやっぱりこう素晴らしいと思うんですね、ええ、初っ端ね来た時はね、水上山の周りがいいっていう、はあ、そこ探してくれって言われて、最初から良かったんだね、うん、うん、でまあ子供さんも一緒にっていうあれだったからもう必死になってました。それ三田さんが良かったんじゃねえか面白かったでも、うん、いい人、ね、はい、見つかってね、はい、ね、これだね、七福神巡り、うん、これをまたね20日の日にやりますね、うん、はい、これはね松代駅集合で、はい、1時30分出発、うん、約2時間ぐらいっていう形ですね、はい、七福神巡りを行います、はいはい、よろしくお願いしますね。お願いします。はい、じゃあ来週の予告を、はい、来週はですね、はい、こういう形です。あ、はい、三田さんですね、はい、これねちょっと難しいんだけど、旭日総工賞受賞、これどういうあれだかねっていうのをちょっと調べてね、うん、またお聞きしたい。まだお聞きしてないですね。そう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 、あ、わかりました。そんなんでね、はい、あの熱さん、ね、うん、熱さん、熱さん、ね、ね、そうそう前のね、はい、熱産業代表取締役会長さんっていう形で、はい、この方に来ていただいてね、受賞されたのでね、ぜひまたいろんな話聞ければいいかなって思います。受賞の喜びなどを聞かせていただくですね、うん、そうだね、はい、そういう形ですね、はい、はい、そんな形です、はい、よろしくお願いします。それでは来週のしゃべくりましょう、どうぞお楽しみに、はい、お楽しみに。それそれそれくり松代、また見てね。